はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回もメジャー投手キャラ、こちらのガチャを引いていきたいと思います。前回がねちょっと散々な結果だったので、まあマックスでももう30連ですね、あと10連を3回引いて、まあ終わりにしようかなと思ってます。で、その前にですね、またちょっとチケット関係なんですけれども、そう、あんまりね最近ねパワープロ2016の方をログインしてなかったんで、ちょっとね今パワープロ2016連動キャンペーンで SR のねスーツがもらえるようになってます。これちょっといつから始まったのかよくわかんないんですけど、今、連動するとスーツがもらえるので、これはかなりいいですね。ちなみに自分あのスーツ持ってなくて、球界の頭脳を持ってるのがまあみゆきと、桜の宮しかいないので、ちょっとね、スッスが手に入ったらレベル上げを間に合うかなっていうところがあるんですけれども、ちょっとキャッチャーの方も本格的に作っていこうかなと思ってます。じゃあちょっとスッスをもらいましょう。とあと SR ガチャチケットですね、これ多分ね街道が実装された時に、もらえるようになったのかな街道が実装されてから、2016の方は入ってなかったので、なんかちょっと見たら街道実装キャンペーンみたいな感じで SR ガチャチケットがもらえるようになってますと。で、まあ、パワーストーンも回収しておきましょう。こっちもパワーストーンがあるんで回収しておきましょう。あとはないはずかな。ではではではガチャの方を早速引いていきますか。まあ、チケットは後で使いましょう。では10連いきます。まああのねメジャーキャラとは言わずに最低でもねやっぱりグググからの SR が来て欲しいけどもうほんとね2倍になってるんだけどね、2倍になってるんだけど来ないっていう R が続くね。ここら辺か、眉村の PR が溜まってきてるからな眉村を普通に取りに行くか、やっぱりパワーチャレで。さて次、まあ、ここのねグググがあってくれる。おお来た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 、ようやく来たよ2倍で5回目で1個。さあ誰、おおいいねいいねいいね。まあね勝ちとは言わないけど、勝ちとは言わないけど、清水薫ちゃんですね。で薫ちゃんはねちょっと次のね SG のやつ、 SG のイベントで野手で入れようかなと思ってるんですよ。まあなんだっけあれ、パワチャレじゃなくて名前忘れちゃった、まあ、次のイベントのやつですけれども、これ2回目じゃなくて3回目引こうかな。野手を作る時も投手キャラを入れる、で投手を作る時も、まあ、野手キャラを、まあ、入れたりするとボーナスがついたりするんで、で薫は精神キャラなんでうまくいけばタッグが稼げると、あと経験点がすごいんですよね投手で使った時は。これ野手で使った時の経験点がどうなるのかちょっとチェックしてないんですけれども、まあ、ちょっと野手で育成する時の投手精神ケアでちょっとカオルちゃんを入れていきましょう。というわけで次週あたりがねその SG 応援キャンペーンなんですよね。そこでもねなんかまたガチャが来そうなんで、とりあえずパワーストーンは取っときます。まあマックスで3回引くっていう形だったんで、まあ清水カオルちゃんが出たんで、今回のメジャー投手キャラはちょっとこれで終わりにしたいと思います。じゃあチケットの方ですね。でチケットの方がそう、パワチャレを走って PSR ガチャの補助券がたまったのでこれも使っちゃいましょう。あとは R チケットと PR チケット、まあ R チケットのメジャーからいきましょう。あそうだあれかボックス整理か。じゃあちょっとボックスを整理していきます。はい、じゃあまあボックス整理というかもうめんどくさいんでボックスを拡張してきました290ですね今。ではまずは R からいきましょうと。キーンと炎が出た時って PR とか来るのかな。眉村、ついでに眉村もまあ取りにはいきましょう。チケットのPR ですね、これはもう2連でいきます。キラーン、
香織ちゃんって何枚持ってたっけ PR で。上限解放1回くらいはできそうですけどね。じゃあ普通の SR ガチャチケットを使いましょう。さて誰が来るかな。おーちーちゃん、ちーちゃんもまあ使うときは使いますからね。まあ悪くはないキャラですね。ホムラちゃんとのねコンボがあるんで、まあ、今後使う機会は増えてはいきそうですね。早急丸も手に入るんでコンボがでかいですねちーちゃんは。じゃあ行きましょう PSR ガチャ。 PSR はこれで2枚目ですね。普通に PSR を当てたことがないっていう。ほんとどんだけ確率低いんだよっていう感じだよね本当に。じゃあ PSR、 まあこれでもね決まるよね。誰が来るかで。さてどなたー。おーせっちゃん。俺ねせっちゃんどうなの今ね。そりゃいいけどさ、そりゃいいけどさ、俺もせっちゃん40なんすよ。PSR を鍛えていくか、うーん超悩むね。こういうのどうなのっていう。いやまあキャラ的にはねいいですけど、他の彼女キャラだったらなめちゃくちゃ嬉しかったんですけど。という感じですね。じゃあちょっとガチャは、この辺にして、まあ、少しあった SG 高校サクセスチャレンジですね、これを見ていきましょう。で、サクチャで応援が先に入りますね。1月の23日から、29日でその期間中1月の27から実際に、サクチャでのイベントが始まりますと。でこれはまあ前回何回かあったやつなんですけれども、まあ、サクセスをやって要は、経験点を稼ぎ出すと。強い選手を作り出すんじゃなくて経験点を稼ぎ出すっていうのがポイントですね。で、イベントデッキボーナスに関しては、得意練習が5種類あると、45% アップで6種類になると 50% アップなんですけれども、これスタッフキャラ、まあ、いわゆる、マネージャーキャラを、入れると、まあ、さらにプラス 50% アップするんで、まあ、野手、投手、スタッフキャラそれぞれ1人セットすると 50% アップするんで、6種類のボーナスを狙うっていうよりは、5種類の 45% のボーナスに、まあ、投手、野手、スタッフを1人ずつセットして 50% で、さらに特攻キャラを入れていくという感じになると思うんで、まあ、まず特攻キャラで、イベントじゃなくて練習が被らないキャラでプラス、スタッフについてはもうこれヒカミンしかいないかな多分ヒカミンしかいないと思うので、まあ、ヒカミンを入れていくと。で、俺の場合はちょっともうヒカミンを借りるのが、マストになっちゃうんで持ってないから。あと自前で特攻キャラをどれだけ入れられるかですね。でそうすると、まあ、サクッと見てみると今のところの、考えてる編成は、まず、新島ちゃんでしょ、新島咲ちゃん入れて小村ちゃん入れて、で新島ちゃんがバッティング、小村ちゃんが走塁で草野が守備で、あと誰がいたっけ、草野が守備で、さっき当てた薫ちゃん入れるでしょ、これで投手も入ってかつ精神でしょ、で、あとはヒカミンをお借りして、あそうそうそう桜の宮だ、これ桜の宮持ってるんで桜の宮ね今ねなるべく金ゲドウを使わないでレベル上げをしてます。銀ゲドウとかねそこら辺を突っ込んで、で桜の宮が肩なんで、これでまあボーナスがもらえつつ特攻キャラが揃うといったところですね。なので今回、清水薫ちゃんが出たのがかなりでかいですね自分の中では。で本当はちょっと誰も出なかったら、眉村を取りに行って眉村を入れようかなと思っていたんですけれども、まあ、眉村を入れるよりは薫ちゃんを入れた方が、まあ、野手としてはいいかなと、思ってます。で、まあ、これについてはね実際始まってからどれくらい経験点いくのかを、まあ、試してもいきます。あと、
SG なのでミッションですね。ちょっとミッションの方も、解説してくださいっていうのがあるんですけども、まあ俺も別にそんなミッションうまくはないんで、果たし状に関してはもうカラス使わないと絶対、クリアできないんで、まああんまりいい解説ができるかはわからないんですけれども、まあミッションについてはこのサクチャレの応援キャンペーンが始まった期間、まあ23から27の、間で1回動画を出せればなと思っております。まあこんな感じでね、この先進んでいこうと思ってますので、まあよろしければまた動画の方も見に来てください、というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。